さっき山下はどうせボギー吐くと思うから、ボギー中だからもうブロックはしてる。通報も入れよう。ああ、これはもう、萩山下はもう通報も入れといとこう。あ、ブロックで構わないんで。今日仕方ないけど、部屋ないから渋々やってるだけで、こそれのからはままお待ちくもださい。う、こいつの部屋は見ないように。他の人は別に、ちゃんとやってる人はレザーができな朝いがとかは来別まにしいいんだた。よ。暴初言日吐くのとかは襲ダメだ撃からはもありません。う。実績あがあなるたかのらもう発言う。言です。はい。そうですね。要は人狼を釣りたいと思ってますね。はい。まあ、黒い発言した人とか、まあ、怪しい発言した人をするべきだと思いますけども。はい。おかしいなとか、変だなって感じる人の中にいると思いますよ。まあ、初日ってまあ真っ白だけど白狼じゃないかっていう人は、さすがになかなか釣れないと思いますよ。白の可能性があるから。占い師に占ってもらうしかないじゃないですか、そういうところはね。まあ、普通に単体精査して、発言おかしいな、怪しいなっていうところの人を釣って、た方がまあ黒が出る確率は高いんじゃないですかね。白いなと思っている白狼だと思う。だからそこ行きますわ。白の可能性が高いんでね。まあ、なるべく黒。ここは白だったら狂人を狙うように、人外をつまり釣るようにするべきだから、反対の発言せざでおかしいな人を釣るべきだと思いますね。以上です。1番さんが発これ言はしもうま前もっす。てブロックしといた。いえ、村人 J です。まあ、9番の発言に付随しますが、まあ、おかしいと思ってる人間、ないし、なんかおかしいことを言ってるっていう主張が通らない人間は、まあ、猶予を与えず殺すんで。まあ、言ってる意味わからないと思うんですけど、その主張が通らない、黒塗りの仕方とかしてる人間、もしくは考察しない人間は、猶予を与えず殺します。2週目とか関係なく、2日目とか関係あ、な俺く、も猶予を与え連れて行ず、けないの妄念で、中猶予は、なく殺ブしロッまクします。す。猶は予い。は与なのえで、ませしん。っかりと、は皆い。さん、考も察してください。う、誘惑の実績自があるん分ので、主張は以妄上念で中す。で。ちょっと時間余ったんで雑談します。八幡さんが8時からやってるってことなんで、かなりジャンキーだなと思いました。お、誘惑で妄念吐き続けて、自分が釣りをされたら妄念吐き続2けるよう番な人はね、さんが発猶言予をし与えまずす。ブロックします。よろしくお願いします。STL 翔太です。よろしくなったということで、そうですね。まあ一番さんには、ちょっと対話姿勢でいこうかな。別に怪しいと思ったことないですけど、9番に対しての精査っていうので、あまりバイアスをかけてなく、なんだろう、模索をかけてる様子がなかったんで、9番に対してはまだまあ、色た味だを静か測にるしま段しょう。階他下の人には知らん何から。も、1番、こう、9番測のれあるれようなば。様子をつかんでないからこそ、自分の思考改善いやにいや、本とりをあえず置い仕方た、ない。と構わん。僕は解釈したんですけど、僕の意図が、解釈が間違ってたら教えてほしいくらいです。ユバさんに対しては、何やろ、強く響くようなものはなかったけど、じゃあ人外要素を取ったかって言ったら別にまだ取ってないです。まあ、9番そういうふうな思考なんやこないっつていうはのは嵐がい薄な々くなる理解かしらます。ね、部屋がね、ゲームが逆でにき1ちゃ番うっさんてがいそう。の思考で、嵐どういいうねえこかとらでゲー人ムで外きちゃ気うにかなっゲーたムの死か、んそでれもも。できないっていう、この恐ろしさ。3一番応そこさん試が合抜けてもらうよう発に言ね、します。今回のはい、試合おで。はようございます。あ、1番さんってなんか霊能使用とかしたのかな？まあ、しないのかな？俺1番さんについてくよ、じゃあ。1番が殺したやつ殺しこうぜ。ね。1番さんについてきますよ。誰殺します？いっちゃん生意気なやつ1番さんに逆らってくるやつ殺しましょうよ。一番ね。でしょ？やっぱり暴言吐いたでしょ？こだのから1絶対ブロックす番る、こい勢つ。力に仲間になりたい面人白くないかがら。4番以降一応でさ行っれたら絶た対、絶ら、対暴言って言くだれたから。ら、1番さんがいっちゃん生意気だ暴なっ言て言っ思うて人んをだ。殺していけばいいんじゃないかなって思ってますね。とりあえず1番さん、同盟組みましょう、同盟。仲間をどんどん作っていきましょう。4番さんとこの仲間に入った方がいいんじゃない？堀ち4ゃとんっかて5さ、とか6誘と惑かでな。言う、上まくだらいの発人言なしのなかいな、人。誘惑そう組すれ誰？ば、1合わせて1、3、4、5、6、7で、これね、初め狂で人も葵2分かと3思っ分たけとど、か。鳥ちゃんって、葵たさくんっさてんこ投とも票言っがてた入るから、から、葵さんって言ってたから5別票人取なんれだるなとぜ、思っ5て。票。だから、2、9、8の誰か殺すって感じでいいんじゃね？それでいこうぜ。
あ、同盟入りたい人は同盟入りますってまず始め。1番はね、もう絶対ブロックした方がいい。これ暴言中。釣り寄されたら暴言しか吐かねえから。もう4番さんが発言します。どうも吐いたんだ。はい、お願いします。西野結果占い師です。西野結果です。はい。まあ、多分仕方ねえから、もう抜けるのを待つか。はい、今回の試合は黙って。はい、西野結果です。今回限り、まあ、感覚9番が村っぽいなって思いました。今回限りで。まあね、なんか、まあ、1番に3番、1番3番に関してちょっと後で話すんだけど、まあ、9番が村っぽいなと思ったのは、なんか白老一を釣れないじゃないですかっていうのは、まあ、自分自身がそもそも白老一になるかどうかも分かってない9番狼像が言うことでもないし、かつ、まあ、9番の相方が潜伏してる場合はありそうだけど、かといってなんかそれを9番自身から発信することもなさそうだなと思ったから、まあ、9番が感覚村っぽいなって思いました。まあ狂人はありそうだけど、なんか狂人もなさそうなのって感覚で取っちゃってる方だから村っぽいなって思ってます。はい、まあ、なんか1番の厚掛けって表情厚掛けしてるなって、村全体に厚掛けしてるなと思うけど、これ村全体だから、まあ、なんかこれ村人に対してってよりかは、なんか人外人にも対しても言ってると思ってるから、なんかこれに関しては両面性取れるなと思ってます。まあ、3番が普通に怪しいなと。5番さんが発言します。3番さんの提案にはまあ乗れないです。3と1のが人外かもしれないから。でですね、2番さんってあの1の評価9にバイアスをかけてないっていい方にとってましたけど、1番さんって9の評価はほとんどしてなくて、9の話の延長で持論を述べた、そこまでですよね。9にバイアスをかけるような要素はなかったと思うので、2番さんの話が飛躍してるな、自分のなんだ主観にまみれてるなって思ったのが2番さん。で、3番さんはそこに全く触れず、1と手を組みましょうみたいな話をずっとしてるので、嫌いなんだろうね。まあ、今のところグレーで釣りたいのは3番さん。で、2番も結構おかしかったなと思ってるので、4の狂人の可能性は結構あるなって思ってます。2、4、オオカミとかもある。どういうこと？同人口は嫌いじゃないの？さんが嫌いなんだろう。発言します。釣りなし進行。はい。お願いします。使用ありません。9番、から話を聞いて、まあ、9番単体精査。9番に現時点では特に違和感ない。1番、話が通らない人、理解できない人は猶予を与えず殺す。極端。2番、4番占いの白崎ね。の2番は、9番に対しては色味を測る段階ではないって言ってるけど、話順的に言ったら3番もそうよな。で、4にしろ。で、3はね、1を1と手を組む。そう、さっき言ったように298の誰か殺す、これも極端なんだよね。だから今日は13の乱なんじゃないかなって自分は思ってます。で、5もその3の提案には乗れないっていうのは自分もせやなって思って、まあまだ7、8の話、ね、まだ対抗占い出るかもしれないし、2人の話残ってるんで、また話。もちろん、1番釣る。これ定番。絶対、1番釣るし、1番役でも知らねえから、1番釣るし、これね、確定の事項ね。はい、お願いします。今釣りたいなと思ったのは5番、6番ですね。5番は、まあ、1度3番が、まあ、人外の可能性があるって言ったんですけど、あ、同進行はね、隣でだ。あ、同進行じゃないんだね。釣り出しか。確かに、6番もんないもん、人外で。1番、3番のグレスキが俺的には合わない。俺はやんないよ。1番は釣り出してやんわ。基本的には。3番が狼で、1番が村人として崩壊しちゃうから。じゃあ1番が3番金ねって殺した場合って、3番ってもう逃れられない人物だと思うから、まあ、1、3ローローとったらあるけど、俺、あれは多分1、3ローローはなさそうなんですよ、俺から見てると。だから1番がじゃあ3番釣りってなった時、3番って死んじゃうから、3番ってあんま人外っぽく見えなかったんですよ、そもそも。だから5番6番が3番をしていること、1番も別に俺は人外要素感じられてないから、今5番6番、まあ、釣るならそこかなと思って聞いてみました。以上です。8番さんが発言します。はい、占い使用します。5番さん白でした。うん、確かに3番のすげえ強烈な1番の便乗発言は、あの1番が、あ、じゃあ3番釣りますみたいな感じで言ったら、逃れられなくする、すごい HP を低くする行為だから、1、3ローローは
見えないね。うん、その通りだね、確かに。で、他の人の発言的に、2番さんは怪しくない。1番は。まあ、そこまで怪しいとこなかったんで、まあ、霊能とか騎士に対するお願いとか言うと、自分は、その、グレーの幅を狭めたいような感じの思考が働く占い師なんで、できれば騎士さんには出てきてほしいです。はい、以上です。うまいと思ってんだったら潜伏してもいいかな。あなたの発言です。はい、例の言います。ああ、1、3、あと7。で、ここ。まず、あ、一番釣りますよ、まず。二周目の余地も与えないっていう。一応、騎士ぐらいだったらまだ100歩譲ってわかるけど、6の言う通りで二周目の余地与えないってどういうことなんだろうっていう。余地与えたらいいじゃんっていう。余地も与えないんだから。基本的に1釣り。またはそこに乗っかってる3か、6釣ろうとした7番、この1、3、7。うん。二周目の余地を与えるべきだと思いますよ。うん。一周目だけだと分からないことがあるから。うん。なんでそんなの与えないでっていうことなんですよ。これ平和なんで一応、この中に一三七に騎士がいるならそこは弾くってだけの話。騎士持ってんだからまあ二周目の余地も与えない。まだ100分で分かりますよ。村でなんで二周目の余地も与えないのかという。まあ基本的には一番からいきますよ。うん。おかしな発言になってます。だから6の色がマットですよ。うん、普通に考えて。137、ここのところに名は使いたいなと思ってます。はい。いきなりそいつを釣りたい。2周目の余地も与えません。いや、行くべきですよ。2周目で、話を聞いて、グレーテッド聞いて、あ、これ村の可能性があるなと思うこともあるじゃないですか。1周目の印象だけでもう釣ります。話も聞きません。それじゃあ話にならないと思いますから。1番から釣り入れます。はい。137に役がいるんだったら、まあ、1番が第一候補。3と7は話聞いて第二候補になるっていう。6、5は釣る気持ちは今ないです。6が最初で見えてます。はい。はい。基本的には1番。で、3、7っていう順番でしょうか。はい。2周目を聞きます、その代わり。はい、以上です。1番。さんが発言します。はい、じゃあ、9、1のランでお願いします。9、1のランで。9番の一番指摘は全く通らないですね。もう初週から考察できない人間は2周目も伸びないんで、猶予を与える必要ないんですよ。なのに2周目だって。2周目の位置、猶予を与えられるのって、せいぜいあなたと私、9番と1番くらいなんで。で、1番がその発言するんだったら、もう後ろですよね。1番以降って2から8ですよね。猶予を与える必要ないんですよ。だから1番まっとうなこと言ってるんですけど、ね。あ、3番騎士、あ、なんか持ってるなと思ったんだよね。1番の乗っかり方とか。あ、もう9番1本でいいですわ。マジ9番1本でいい。なんか1、3なのになんか騎士いるんだったらって、あなた騎士ないの透けてるし、透かす必要ないから。平和村だよ。9番1本です。9番1番のランディです。マジ自信あるわ、9番の陣が。マジで自信ある。あと7番さんおかしいの、5と6一緒くたにするところはおかしいね。5番と6番って話の内容全く違うから。で、5番は評価できる。1番と3番が村陣営じゃない可能性がある。これは人間寄りの思考だから。5番は評価してる。6番はちょっとわからん。それで7番が5と6を一緒くたにして釣り位置はちょっと、ありえないから、まあ、7番かなと思ったんだけどね。9番の話聞くまでは。まあ、いかんせん9番は考察できないんで、殺しましょう。はい。2周目の猶予を与えずに、だから1番が人外だ。は通らないです、9番さん。お疲れ様でした。9番1番の欄、これ曲げないでくださいね。4番さん、8番さん。まあ、3番さんも。曲げないですから、ください、これ。はい。かなり自信あるわ、9番の人外。2番さんが発言します。はい、皆さん左上確認。は
はい、今日は3番1本です。ごめんな。はい。一応話聞きますけど、それでも3番僕結構人外自信あるんですよ。はい。どうしても3番の後続が効いてから修正したいと思ったらです。これ多分8のルールだとね、役語りありだと思うんですよ、ね、村の。確か。で、そう、9番、1番ともに7番怪しんでる視点があるから、3番やったら5番占い、5番やったら3番占いの、そこからの3人で戦ってもらう方が議論が僕は膨らむと思ってる口です。はい。僕に出てほしい意味がよくわかんないし、人外行動にしか感じないこと。そもそも1周目で1番と陣営組みましょうか。生意気なやつから釣っていきましょう。9番、2番、8番って言ってたんですけど、じゃあ、なんか、人外要素、生意気な要素を2番、9番に取ったんですかね。ね。8番まだ何も喋ってないですけど、単体精査をそこおろそかにしている3番が確定で人外かなって思いました。はい。どちらかと言ったら共鳴の方が高いですけど。で、5番で囲われてて、そもそも5番が僕の話聞いてないんですよね、うん。だいぶ聞いてないです。真逆と言ってもいいくらいです。1番に対しての色味で僕は、いいさ。後続はそれに対して議論修正を図って何も変だなーっていうふうに感じてるんですけど。一回僕の話を聞けてる人は、あ、約束は言わないでくださいね。僕の話を聞いて、5番さんはここが疑問だったって聞いてる人いたら押します。3番さんが発言します。もうね、2番。平和村の時は、もうとっとと出りゃいいよ、乗っ取られてもめんどくせえから。ね、出りゃいいよ。4が騎士占ったらもったいないでしょ。ね、別にいいよ、俺っつって。俺はね、どうなんかな。1番ってなんか、あれじゃない?人外ムーブじゃない?1周目のこと考えると。ね。役持ってるような感じで話してるように見たから、まあ、強靭目が高いんじゃねえかなと思うから、俺はまあ1つっていいんじゃねえかなと思うんだよね。ずるでいいよ。まあ、5番がどう判断するか。受けてもらえないから、これ。うん、例えば、5番が狼だった場合、4が真の占い師っていうのは分かってる。まあ、強人もあるかもしれないけど。で、そこに、本当だから5番は4人狼だって言ったんだよね。悪くなるから、うん、狼としては、あれじゃない。今回しぶしぶやってっけど、あんま考えにくいよね。現状、ラインを切ってくるっていう狼って結構多いじゃん。そこの中で4人狼だっていう、だから村なんじゃないかなってちょっと思うんでね。そうなると6、7、まあ、1、9になってくるけど、どうかな、あんま9番話聞いてる感じ、うん、狼って感じはしなかったけど、うん、まあ、4番さんが釣りたい人釣ればいいと思うんで、ね、2番お前はとっとってよ。あ、こっち来てあんまり嵐がいないっていう設定だから。語りありが多いよ。僕の希望は1号ランの7占いかな。オーケー。4番神。1番するぜみんな。遺言引こうぜ。どうだろう、ちょっと8番さんに聞いてほしいなと思ってるんですけど。1釣ったらマジで俺もうご飯がもう美味しい。いいことしてくれたなと思うんですけど。まだご飯食べてないけど。なんか7番の論が結構しっくりきちゃったんだよね。3番が狼だった時、1番っていう人物が、まあ、なんか捕らえた時に3番がじゃあ15番、お前のこと釣るからって言った時、3番って逃れられないよね。これ4番な。1番は後半1って言ったら絶対暴言吐くから。4番に。200% 暴言吐くから。白占いだったら僕は7番占いなんだけど、まあ、普通に黒を狙うんだったらって感じ、ね、1番に関してはもうブロックした方がいい。つまんないから。釣り寄されたら暴言。もう。まあ5番か1番なんがいいかなって僕は思うかな、素直に。でね、9番ちょっと2周目落ちた部分はあるんだけど、まあ、狼っぽくはなさそうなんですよね。まあ、狼じゃないもん。7番が狼だったらどうしようかなっていう意味で7番占いかなって僕はなんか自分の中で思ってるんですけど。まあ、落ちちゃってしまったか、ヒロちゃん。うん、あ、でもね、7番一つね、ちょっと欠如してるなと思うのは、欠如してるっていうか、首取りが足りないなと思ってるのは、
なんか1番3番ランって多分なんか6番が言ってたんだけど、まあなんか3番狼像の時はないっていう6番7番の方が分かるけど、やれる占い師はね、勝ったね、今日は。1番が人外パターン、3番をまずランテージに含めてるやつは別になんか1番3番のランっていうのは俺はやれる、まあ、6視点から別に変ではないなと思うんですよね。1番ランテージに含めらんないやつはダメ。まあ、1番3番ローローもないよっていうのも論としては言いたいけど、8番が覆いそう、まあ、なんかこの空気感的にその礼儀なさそうだな。確かに僕1番3番から1番に対してついていきますよっていうのは他人行儀すぎるから、1番3番オオカミ像はないなって思ってるんですけど、確かになと思ってる7番のそのローは。ただ1番オオカミ像の3番村パターンとかも白パターンもあるから、まあ一貫はしてるなと思うんですよね。ただ6番と思ったのは7番8番っていう話を聞く前に1番3番のラー静かにみんなでブロックしよう。定番だからこいつ。ああ、でもなんか6番が狼っぽくなさそうなんだよな、感覚。だから結構勝てそうな気はしてる。はい。うん、勝てる、勝てる。1番が優勝、占い師が優勝だったらもう勝ち。8番が1番含めなかったら負け。それぐらいのレベル。発言します。狼2匹が潜伏してるんですよ。ってのを僕は考えてて、ですね。まず6番が1、3に向いてる。もう、まあ5も結構近かった。というか、ああ僕は1には向いてないから3に向いている。で、7が5、6に向いている。この状態で、二郎が潜伏していると思っていて、それ、まあ夜時間で潜伏しようって決めただけかもしれないけど、これは初日釣られないって思った狼が、前半に固まってるっていうのは、まあ夜時間で潜伏しちゃおうよって言ったパターンだと思うんですね。ああ、その場合は後ろもあるか。まあ動けなかった前半。1球がでも切れてるから3が絡んでくるね、そのパターンは。で、後半にいたとしたら、6が1、3に向いてる。だから球がね、浮いちゃうんですよね、そうなると。だから1番が球が結構自信があるって言ったのはちょっとわかるなって思いながら、あの瞬間は3番が騎士っていう盤面だからそういうふうに思っちゃいました。俺に関してはまだ どっちでもいいですよね。そうだな、3はバレたって感じ。グレーへの考察がなさすぎたので結構狂った人かなと思って聞いちゃいました。どういうことよ。まだ話すことあるだろうって思う。残り30秒残して聞いちゃうっていうのも、一応強靭というのは強靭かもしれない。狼を捕捉したくない、うん、強靭かなと思ったのが3番、うん、まあ、人外だから釣っていいかなと思っちゃいますね。あと4番さんに言っとくと、白占いはめちゃめちゃ有効ですよ。騎士に白が刺さってるんで、まあ、黒狙いもありですけど、まあ、よく考えてください。はい、6番さんが発言します。はい、まあ今話を聞いてもう今日は自分は3番さんにしか行きません。まあ理由は騎士使用してすらして結局2番さん真だったとしたら、真の騎士だったとしたら噛まれるわけで、3番さんがやってることって不安定なのがネックだな。まあ、守ってもらえれば色は出るけど。平和盤面だったとしてもね。まあ、137で見てて。だって普通そう見えるよね。だから7の色は知りたいけど、にしてもね、3番さん。6番目なら勝ちのゲームだからもう、1番なんか釣りだよ。怪しすぎる。1番しか釣らない。298の誰かを殺そう。釣らない。面白くねえんだ、1番釣らない。って言ってたよな、さっき。298ね。8、0の2が対抗よね、3のね。まあ、すらしたけど、3はね。でも、そのすらもあぶり出しのためにやってるんだろうっていう。9番さんはめっちゃ遠い、自分視点。やっぱり、まあ、3は怪しい。一番がおかしい発言してるのに。初の時点で。なんでわざわざ6番が1番たらぐの ?3 あって、まあ、7の、7も5、6釣りたいって言ってたからね。1、3はないって言ったんだよ。7だから7もおかしいんだけど、でもその前に今騎士があぶり出されてる状況を作ったのは3番なんだよね。だから今日初日の今日は3番釣りになる。うん、3番釣り1、3の欄でいいんじゃない。で1番行こう、みんなで面白い言うの引こう。
で、2がシーン。みんなで静かにブロックしよう。騎士だったら。これまで定番だから。噛まれるのか。まあでも、まだわかんないけどね。俺がもしかしたら騎士かもしれないから。以上です。どういうこと言ってるの？何を言ってるの？知るしかないだろう。7番さんが発言します。なんか5番6番が人外にしか見えないのは俺だけですかね。なんか俺は今日狼釣って明日占い師に狼見つけてほしいんですよ。似たてで終わらせたい。6よりは5の方がなんか変だね。5番は白占いでいいですよって言ってますけど、番って俺は今日狼釣って明日狼見つけてほしいんですよ。で俺は3番が到底人外に見えないのが、じゃあ6番に言いますけど、じゃあ3番が騎士使用して2番が出てくれたじゃないですか。じゃあどうやって狼探そうとしてたんですかね。3番っていうのは盤面を固めてくれた人だと思ってるから、しかも3番が狼だったら騎士のままいればいいと思うよ。3番は死なないから。じゃあ騎士は残してグレーから詰めようって多分なると思うんですよ。3番が人外で強人でもやる必要はない。6号だと思ったら1号なんだから5番行けばいいじゃん。1号ランなんだから。何言ってんの？だから5番6番が人外見えてしょうがないんですけど、俺だけですかね。いや俺マジで1号なんで5、6号でも5番行けばよくない。ただ占い師が6番がなんか村に見えるってんだったら5番になっちゃうんですけど、俺は5番6番の欄してなって思ってましたけどね。あと4番に言うと俺占ってほしくないです。こうなんだから1番行けばいい。他占ってくんないと俺のグレースケールが進まない。ただ村が俺を見て進むんだったらまあ飲むっすけど、俺視点が進まないんで俺以外の人を占ってほしい。5番6段はなんか占いじゃなくても釣り1段じゃないかなって思ってんのは俺だけっすかね。まあ任せます。1番でいいよ。釣りだよ1。うん、1番しか積んねえから。8番さんが発言します。面白くないんだから1番積んねえ。はい、今日は6番釣ります。はい、よろしくお願いします。はい、13がロールを見えなくて19のロールを見えなくて、で、まあ、3番さんの気になる発言で、もう初週はお1いいね、1についてくぜ、俺ついてくぜって言って HP 自分の下げるような発言をしてきながら、なんか2週目信者なんだろう。1週1のことをなんかまあいい怪しむような視点を言ってたっていうのは確かに怪しい。3番のことが好きすぎて、うん、もう3番でも初週ですげえ1番ついていきますみたいな感じの3番さんは言ってたんだから、3番さんの命っていうのはもう1に預ける。もう1が3番釣れって言ったら3番釣りに行こう。うん、もう3番の命は1が全てを握ってる。うん、ってことでよろしく。で、1は9番を人外で見てる。うん、ここ人外だと思いますよって思ったときに、で9番、自分は逆に、9番は逆に置いといて、だから1、9がロールオーはないんだから、9番は置いといて、9番がもし狼だとしたら、その相方位置はどこなんだろう、あるとしたらどこなんだろうと思って、自分が発言を聞いて思ったのは6番です。はい。6番さんは、騎士があぶり出す状況を作っている3狼って発言しましたけど、平和村盤面ですよ。はい、6番釣ります。はい、変わらないですよ。6番さんって、騎士が炙り出す状況を作ってる三狼って述べてましたけど、1番釣れないんだからもう8、1とか8、3見えるわ。あの状況とかで平和村盤面だったんですよ。6番が悪いよ、こんなの。ってことで、その状況で、その騎士を炙り出すっていう論は通じません。なんで3面が、その狼とか言ってる6番は確実におかしいです。で、自分が騎士あるかもねっていう感じの発言をしましたけど、平和村盤面で、出てない状況でも、2が出てる状況なのに、確定してる状況なのに、基地あるかもね、はおかしい。で、ここに来て6番、霊能 CO でしょ？うん。明らかにおかしいっていうことは、村の皆さんは分かってると思います。はい、6番釣りでお願いします。3番の命は1番が考えてください。いや、もうおかしいもん。よろしくお願いします。1号ランブラしてるから、8番の方が人外でしょ。6神でしょ。6神しか追ってないから、もう。1番、3番釣らないってもう話になるね。投票してください。アバターをタップして選択できます。一枚なく8釣りしかないよ。いやでも8番がな、1番3番1号の欄ブラしたのに見えてんだから、強靭ではあり人狼かもしんねえから、もう8番行くよ俺も。1番3番投票を終了しました。6番が追放されるのは6番3です。6番って何やってんの？一本してでも別に6釣られる流れじゃなかったでしょ。6番3が発言します。6番、まあいいよ、もう新規ろ。はい、まあ今聞いてもらったので分かるように、3番がなぜ生きているのか意味が分かりません。まあ今投票が集まった理由も分かるけど、3472158、もう
とりあえずもう8のシーン追いたくないもん。3が2を炙り出したっていうのは事実で、で平和盤面だったらそれをする意味がないって言ったけど、その視点ってもう黒側なんだよな、 俺の考え的にはね。まあ、6が6だけどもう8進行でいいんじゃない、もう知らない。だから8番のその言葉が出るまでずっと待ってた。8進進行もう8番進進行でいけたらもう6番が悪いよ。3じゃあ逆にだって4って新占いだから、あって2番は強人なんだよ、もしくは新騎士、新騎士か強人なんだよね。何言ってんの。だから3から行った方が良くないって言ってたんだけど。で、1号ランドだから1か5に行けばいいじゃん。なんで3に行ってた。それを言えなかったかっていうと、8番が黒だからです。まあ黒か強人かわからないけど、8番はもうつらないよ、白か黒、無理。強人これは初日の投票で、でもやっぱり自分は3番の色を見たい、ね。8番が票ぶらしたけども、あっちの新進行でいきます。もう言ってることがわけわかんねえから、もういいよ。6番の進行は気持ち上見たかったけど、もしかしたら彼かもしれないっていうのは、もしかしたら2が新仮かもしれないって思って、もはやこれを言ってる意味がわかんねえから、もう2をかませたくなかったのよ。その自分がもし人狼視点だと、自分が新仮だったら2番守りに行くんじゃないかって思ってたから。もはや言ってることが分かんねえから、もう6番新切り、もう8番新進行でいいよ、もう。夜になりました。そのままお待ちください。いやでももう俺8のシーンでいきます。言ってることが意味わかんねえから、もう8が一応1号ぶらしたからおかしいと思って、一応6番シーンじゃねえかと。でも6番のシーンはもう見ない。昨夜襲撃された人はいませんでした。もう笑うわ。2番かまねえやつって。もう3番さんが発言します。そりゃそうよ、そりゃそうよ。だからここで、まあ、まあ6番に、まあ2番とかにも言うけどさ、どうしような、この話はまた後でいいか。まあでも記事、平和村の時は出た方がいいからね。うん、5白か。俺はね、6番が、なんていうの、4番。3人ヘイトを持ってきたじゃん。だから、5、1のどっちかに出てたんじゃねえ、いるんじゃねえかなと思ってんの。うん、だから6番的には5、1のラインになって1が釣られる可能性もあるから逃したかった。うん、3、2。だ2番は俺のことをあんまいい印象じゃないじゃん。炙り出されたって思ってるから。そういう意図じゃないよ。2番が出なかったらね、村目線5、6、7、9、1に騎士がいたと仮定するじゃん。2番。そうしたら4番が騎士占っちゃったらもったいないでしょ。ただ4と8がね、絶対乱視でするわけよ、2番。うん、今回だったら1号でって。ね、その時に5番さんがね、狼だったと仮定した場合、狼で騎士ですって言って逃げれるんよ。そうなった時、じゃあ5番が騎士ですって出てきた時に、じゃあ2番さん、ああ、自分が騎士ですって。そしたらその日2号の乱できないよ。平和村だから。ね。うん、で、なった時に、じゃあもう9も1も、発言、3も発言終わってて、そういう状況になるんよ。そしたらもう6、7、ここの発言、うん、あと最後8が残ってるけど、もう何の精査もできねえんだぜ。その中で、まあ、8番さんがどこどこって、まあ、乱視するんだとは思うけど、これって意味ないじゃん。いいよ。まあ、とりあえず6釣れたの。だから1かな、その後5番は白いから。だから俺言ったでしょ、5番はね、4が占いで出てるから、5が狼だった場合、なんていうの、4二狼って言ってんよ。それって狼で言うのかなっていう。まあ、とりあえず1に投票しよっかな、俺。4番さんが発言します。まあいいんじゃない。ああ5番白だったんだけど、まあ、占い理由はね普通に簡単で、1番9番3番に強じめが若干ありそうだなと思ったのと、
5番7番で、まあ、7番っていう人物が白パターンで白占いだったら7番、まあ、安直に占った方がいいかなと思ったんだけど、ただね5番が白だった時に縄にかかった時がめんどくさいから、まあ、5番の強靭味を切った上で 5番占いをしてますね。はい、まあ、5番白でしたかな。どうしよっかな。まあ、なんか8番が決めていいんだけど、まあ、1級に縄をかけるのもありかなと思うんだよね。どうなんだろう。むずいな。まあ、でも8番の偽はないんじゃない、この段階か、さすがに。8番が偽だったらね、多分騎士神占い神なんだよね、どう考えても。ん？違うな。騎士神占い神。いや、騎士神占い神やな。あ、ちゃうわ。占いから、まあいいや、どっちでもいいやもん。8番新進行でいいやもん。知らん。あ、6番新進行知らんもん。あ、さすがに8番行くよ、もう。終わらないよ、もう。6番の言うもんわけわかんないもん。何言ってるかわかんないもん。どうしよう。まあ、とりあえず、そんな感じかな。まあ、7番はね、多分ね、黒だったら、おのずと、なんか落ち度を作ってくると思ってるから、まあ、そこを拾ってくれたりと思うけど、まあ、7番は基本的に村だと、今でも思ってます。まあ、僕は死ぬ前に一応占っとこうかなと思うんだけど、確認で。合ってたらいいなってぐらいで。はい。かなぁ。まあ、僕の希望は1級ランかな、今日は。今日1級ランがいいかなと思うんだけど。はい。まあ、わかんない。決めてください、8番が。はい。まあ、2番か8番が決めて。もう、知らん。はい。頑張って。5番さんが発言します。うん、平和村でさ、二郎が潜伏したんだからさ、もうちょっとその軸で考えないって思ってるんですね。7番さんに伝わってないとは、僕は3番のあの騎士からムラスラしたムーブが人外だって言ってるわけではなくて、それ以外の発言の部分を取って3番が狂人臭いって言っている。わかる？で、今日の発言も多分96を補足している三強人じゃないかなって思ってます。なので二郎が潜伏した意図っていうところで考えて、僕は6、7のつながりないと思ったんですね、1周目の発言から。で、2周目を聞いて91のつながりもないっていうところで、で3が騎士で出ていたあの瞬間に1級に1匹、6、7に1匹っていうスケールです。その上で初日に1級で釣られない位置に入っていた方、それは9番だと思ってるんですね。6は1に向かってるし、で7が5、6に向かってるって感じでしょ。だから9が安全にない位置にいるから6は潜伏したって思ってるんですね。ああ、僕も8は人外だったらスライドしてないと思ってるんで、割と真に見てますけど、あとは6の動きが、まあ、心霊のとしては納得いかないから、だから8残しは全然いいと思ってて、今は9を睨んでます。一番さんはもう完全に9にロックしてると思うから、うん。あとは僕は一応村だと見ている7番さんにどう響くかですね。はい。二郎一考えて、平和村の時の。7番さんが発言します。はい、2日目お願いします。5番はもう白結果出てるんで、大丈夫っすよ。なんか俺に一生懸命なんか言ってくれてますけど、もう5番白結果だから俺5番って全然怪しいと思ってないし、まあ基本的に3番俺そもそも初日にもう白拾っちゃってるんですよ。まあ今日の発言で5番白いと思ったからっていうのが引っかかっただけ。いや5番白結果出てますよって思っただけ。そこだけは引っかかったけど、まあ基本的に91ローラーで終わるんじゃないかなって普通に思ってます。6番の視野見てません。6番が霊能だった場合っていうのは8番が霊能スライドした時に出るべきだと思ってるから、あそこまで潜伏して待ってる必要がないと思っているので、まあ8番を死んだと思っており、まあ3番のそこの白い5番白いだけ引っかかったけど、それでもまだ3番に白要素の方がプラスで残っているので91ローラで終わると思っています。まあ、9番はなんで8番に投票したかだけは教えてほしいかなと思っています。はい、あんま順番は関係ないと思っていて、まあ、そこで終わると思っています。
ぐらいかな。はい、以上です。8番さんが発言します。はい、霊能か霊能か占いから霊能スライドして4番を一角させた。しかもあの6番はあのそこでは出ずすごい後からなんか自分が釣り指定されてからのこのこと出てきた。これで6番を真に見る人がこの世に存在するのでしょうか。9番さん、まあ普通に9番さん人外っていうのはもう投票でも見えてますし、まあ1番さんの言う通りっていうことですね。ってことで多分じゃなく、まあ9番さん釣りで狼釣れると思いますよ。で3番さんはなんか発言がの移り変わりとかで、まあ、強靭かなって思ったので、3番さんの命はもう1番さんが決めてください。うん、まあ今日は9番さんに行きます。はい、4番さんなんかでも1級で迷ってるのちょっと自分よくわかんないな。だって昨日の6番自分が釣り指定をした理由って9番が人外だとして相方位置がどこだろうかっていうので6番なんですよ。16は絶対絶対とは言わないか、でも繋がんないですよね。うん、だって3、1をけなしてる部分のところなんだから、5、6っていうのはね。っていうので、あ、普通に。で、しかも6番さんがおかしい発言。だから平和村のあの盤面なんだから、騎士出るべきの盤面なんだから、そこを炙り出しとかなんか言って3番叩いてる。6番。まあ、3番は強靭だから、まあ、釣れてもよかったってよかったんかもしんないけど、うん。だから明らかにおかしい6番。で、釣って黒が見えた。うん、もう9番。しか考えられない。相方位置で6番釣って、あの、黒が釣れてるわけだから、もう9番しか考えられない。だから1番さんは、もう3番の命をもう決めてください。決めていいです。もう、選択権をあなたに渡します。3番の命はあなたのものです。で、今日は9番に行きます。はい、よろしくお願いします。まあ、5城が出てるんで、もう終わりみたいなもんですよ。もう、しかも、というかこれ、自分護衛で成功してね。あなたの発言です。あ、はい、味番が1号ランブラしたから強靭なのかなと思っただけですよ。はい、強靭か人狼か知らないけどと思っただけです。なんでランブラすんだろうと思って、はい、ただ6番の言い分聞いて何言ってるか分かんないです。騎士じゃないのに騎士の話をしたりするし、もはやシーン見たくないんで6黒でいいんじゃないですか。8進進行で普通に考えて7番って6押してるし、6番で3番釣りをするから1、6ロロ本当に弱い狼だったっていう。うん。霊能は6番は見てるけど、1番が見れてなかったっていうだけの。うん。まあ、村は優秀じゃないですか。3、5、7に強人がいるんだと思うけど。うん。そもそも、私狼だったら、2番噛まないともう無理でしょ。うん。4番噛みやってるんよ、多分。1、6って。うん。俺は1番のローが見えてた。8番は6番のローが見えていた。ただそれだけ。うん。黙って最初から1番すればよかったんだよ。その後6番すればよかったんだよ。何考えてんだろうと思ってる。うん。霊能って、ほんと大丈夫？ 6 級でこんなベタなことしたら俺釣られるだけだけど。うん。まあ、とりあえず1番捨て。うん。終わらなければ終わらせて。うん。1、6、最短で終わりましょう。うん。7、3は見えません。6番が1号のランで1番を守りたかったっていう。本当に超弱い狼で。始まり6指定されて出てくる狼って本当にめちゃ弱いっすよね。黙って1号ランしてればよかったのに。1号ランで5番でも、例えば狼だったら、1、6だったら5番釣りをしてればいいのに3番に手向けて恐ろしいなと思ってる。いきなり騎士の話もしてるけど何なんだろうと思ったよ。遺言でもうシーン見ないんで。1、6、終わり。うん。はい。もう3、7は基本終わないんで。はい。じゃあ、9釣る代わりに必ず1番してくださいよ。8番はもうそれに決めてね。1番に選択権与えるって3番、7番釣り切るとか言ってるんだったらもう1番釣ってくれ、今日。1、6。終わらなかったら俺でいいよ。本当にめっちゃ弱い狼だね、16ローローって。番号ならの狂人かわいそうだね。うん、1番釣ります。1番さんが発言します。こいつ明日も喋らせろぜ、9番。こいつ明日も喋らせよ。ああ。まあ、ちなみになんか4番が1号って言ってるけど、関してね。5番の村要素を拾って5番が村だって言ったの1番だけね。もうちゃんとやったら、もうちょっとちゃんとやってくださいと思いますわ。まあでも2周目の6番マジでドス黒かったから、
8番めちゃくちゃいい指定したなと思って、そしたら太鼓で出たでしょ。もう6の芯なんか誰が追うんだって話やね。6番2周目めちゃくちゃ黒かったよ。だからそこに視点向けた7番もいいし、だからもう、釣り直決まってんですよね。9番つって3番。終わんなかったらもう負け。ぐらいの勢いで1番思ってるんですが。まあ9番が、1番がもう狼だ、1番6番だって言ってるんで、9番残しましょう。3番殺します。はい。9番を残して、明日も来るんだったら1番と戦いましょう、9番さん。全く考察しないですよね、9番さんね。それで1番、6番だ。弱い防寒。全然通らないですね、主張が。ちょっと面白いんで、残します、9番さん。明日も来るんだったら戦いましょう、9番さんね。はい。さんまさん、お疲れ様でした。あなたのやってることは、ね。オナニーです、さんまさん。騎士が出たくないんだったら出す盤面じゃないんですよ。なのに、騎士は出ろ、騎士は出ろ。これはハラスメントです、サンマさん。残念ですが、死んでください、サンマさん。はぁ、まあ4番が1号ロランとか言った瞬間に、はぁ、終わったな、この村はって思ったわ。5番の人外要素どこだよ。むしろ村だよって思ったんで。はい、うわ、サンマさんお疲れ様でした。2番さんが発言します。じゃあランステイってアップしていいですか。1番が9番残すって言ってるんで9番投票のみ禁じます。はい、713の中で俺、自分が思い思いのとこ入れてくださいね。間違ってたらごめん。ね、俺もわからんから。俺7番入れますね。一番下の7番白いのがよくわからんな。普通に、平野村やったら、6番7番ライン切り多いにあると思うし、自分占うなって言ってて、そっから5番6番で。で、まして、なんで俺残されんだよ、笑うわ。5番白見えた時の視点更新が3番の村拾ってるから、1級振り切りで、ミナーで終わらせるんでしょう。記録に決まってんだろ、1番9番の単体精査しっかりやった。俺なんか強人で見てるんだろ、です。公開人も認識してる7番、僕は振りたいと思いました。8番が、まだ、6番さんに言っとくんですけど、3番さんは僕の今から言うこと 80% 以上理解できんかったら、3に対してフォーカス抜く可能性がある。たとえ片白だったとしても平和村だったら変わり色は絶対だろ。正しいです、言ってること。ここまでは。ただ、サンバーさんの一周目の議論と HP を考えたときに、これでも出てほしいって考えるんやったら、スムラ CO です。カリード CO は、真のカリードと、スムラからどう見られるかっていうのを理解してほしいです。あぶり出し。どうしても、いや、出てほしいんだって主張するんやったら、スムラ CO です。理解していただけたでしょうか。俺は7番に行きます。俺はもう1位しか行かないです。記録朗々で、俺が行ったからっていうのを気にしなくて、思い思いに掴んでる様子で確定、こいつが黒だって今思う人に、あ、ごめんね、こいつ、この人が黒だって思う人、間違ってもいいから自信持って釣りなかけてください。1位しかねえよ。1番だけ釣りたい。たとえ試合を落としても、一番が村だとしても、投票してください。アバターをタップして選択できます。7番がローならもう戦略ミスのほどがあるレベルだし、3番だったら6番が3番通用してんだからあるわけないんだから、もう16ローロ、もう見え見え、もう357の強人は9番釣りたい。一見すると俺に見えるでしょ。うん、16だから。これ簡単なゲームだった。なら投票を終了しました。1しかねえ。追放されるのは、はい、気持ちいい。1番。16ロー、多分16ロー。1番、3が発言します。16ローじゃねえんだ。よし、気持ちいい。ああ、面白い。いや、7番にラブ視点はなんとなくわかるな、2番さん。でも、なんかね、7から6言及があんまり6なに見えないよね。でしょ？多分7に投票する意思ある人は多分いないと思うよ、この村で。だから7にして向く場合は913、ここの精査をして一人でも村拾えたときは7番にして向くから、自動的にそれでいいと思うよ。今の状態で7番なんか殺せないと思うわ。
なんかその推理の仕方はめちゃくちゃいいなと思ったけど。はい。キューマさん終わんないですけど、16で。じゃああなた死んでくださいね、明日。言いましたよね、あなた。死んでくださいね、一番つって終わってないんで。考察もできない。考察もしないで16だっつってるんで、あなた。俺3番、9番教授に3番狼かなと思ったから3番に誘導かけたんだけど。ちゃうんかな。5番も1いってんのか。お前の村拾ってんの一番だけだぞ。腹立つな、これ。まあいいや。まあ明日は急に縄かけてください。この人、1つって終わんなかったら自分死ぬって言ってるんで。かなり強靭味あるんで。狼もあるんで。絶対明日9番殺してくださいね。9番発言しないでくださいね。あなた1番つって終わんなかったら死ぬって言ったんで。無駄長きしたら、それこそ、なんか、あれだよ、キューマンさん。男じゃないねって言われるよ、みんなに。あなたもう16だって言い切ったんでね。それで1吸って終わってないんで、死んでくださいよ。いや、本戦、旧教人三本神なんですけど。7番に縄かけるんだったら1番は殺せないんですよ、2番さん。1番死んじゃったんで、多分無理ですね。7番釣ります。76。こんな狼ないだろう。本当にめちゃ弱い狼だなと思ってます。そのままお待ちください。占いはもう噛まれるのが当たり前、噛まれるから。占い紙が入ってれば噛まれるし、放置してるから占い。4番3です。まあ、7か3の男の勝負やな。5番7釣ります。7のクローブだったから7番負けたらいいんだ。終わり。7釣ります。はい、そうだな。昨日1番に行った理由は単純に9に行こうとしていたけど乱指定から外れたので残りの137から狼目があるとしたらで1に行きました。間違えました。ただ1番さんって9を完全に陣外で見てるんだったらあの日は本当3に行こうって言わずに9と戦ってほしかったです。だって9が陣外って思ってるんだからさ、何としても9を釣ってくれって言ってくれれば僕は8進進行でいいよ。8番釣らないから番もう3かな。終わり。だから俺強靭だったら8進の強靭もあるかなって思っちゃったんですね。6級狼僕はね6級狼を割と強く盤面上も発言上も見えるなって思っちゃってたんで、そこを9を釣りながら逃そうとするっていうのは強靭ムーブだと思ってるんですね。それで3が強靭に見えたっていうのもあるんで、ただ僕が正しいとは思ってないですよ。僕が強靭だったらそうするなって思ったんで、あの13が強靭に見えてきたで昨日は1番に行っちゃったです。8とか2に聞きたいんですけど、76のあの触れ合い方って76狼に見えてました？初日7が5、6がおかしいって言い始める。6は5を評価してるんで割と6が釣られちゃう議論になっちゃうと思うんですよね。7が5、6に向けると。だから僕はあんま7、6を見てない。この理論って成り立ってると思うかどうか教えてください。はい、以上。7番さんが発言します。はい、3日目お願いします。昨日1番に入れた理由は2個です。まあ3番あの白の積み重ねがあるって言ったじゃないですか。で9番が1番釣ったら明日俺釣っていいよっていうのが狼に見えなかった。あと実は8番の発言から拾ってるんですよね。8番って
なんか1番は、なんか3番積んだったら7番の今9番に言ったこの言葉。8番がなんでそんなに広島メタを知ってる人は、おかしなことを言ってる、9番。だから6番だけおかしなことを言ってる。だから1番狼とか、なんかそんなあるんかなって単純に思っちゃったんですよ。9番の誇り高きナンバーワンプレイヤーが絶対に言わない発言が入ってる。3番、いつも手かけられますような発言が。村の時に必ず言わない発言が入ってるんだよ。その2点で1番投票ですね。そうなんだよ。誇り高きプレイヤーは自分釣りを言わないんだよ。遺言を聞くならまあ3番だとは思います。いや俺7番いきますよ。もう7、6だったら負けりゃいいと思ってるから、もうイライラしてるから。そこだけ8番答えてもらっていいですか。 なんで1番を村落ちみたいな感じにして3番いつでも殺せるみたいな雰囲気を出していたのか、そこが俺は気になってます。まあ9番が狼だったらめちゃくちゃあざといね。6級ローローだったら1番殺したあと明日俺釣っていいからっていうのが、俺はそこで1番釣りたいから狼じゃラストウルフじゃなさそうって広島メタ上ね難しい。その発言出ないんですよ。で2番に言うとその2縄かけるなぜか2縄で2立てで終わらせる広島のナンバーワンプレイヤーだから、あれはめちゃくちゃ太すよ2番、なぜかというと言ってるんです、毎回昨日の段階で9番1番アジラ発言をしてはいけないと言ってるんです。ただ、俺の後に9番と1番の発言が控えてるんで精査できません。なんで今9番を柱発言してるんですか。なんで8番に投票したんですか。怒り高いナンバーワンプレイヤー、柱しないことで有名なんですよ。はい、以上です。あ、村の時はですよ、条件付き。1を釣りたかったんですよ、何があっても。1番が人狼だとしても。8番さんが発言します。はい、まあ、自分が6言った理由を述べましたよね。9番が黒だと仮定して、相方位置はどこかっていう仮定したときに、6番が黒ですっていう感じの仮定をしましたよね。もうそこで仮定があって、しかも9番が自分に入れてる理由も全く理解できないと思いますけどね。9番さんの言ってることは。普通に9番さんですよ。で、まあ、3番さんに、今ってもう3番さん怒っちゃってるかもしれないけど、1番がなんかちょっと暴言っていうか変なこと、すげえ変なこと、なんか、オナニーうんたらかんたとか、なんか、セクハラしてたけど。まあ、そこはちょっと置いといて、まあ、義理を果たしたっていう部分をちょっと思ってほしいから、まあ、あとで終わった後にさ、俺に切れるのは全然いいからさ。うん。まあ、9番とりあえず言ってよ。で、3番、7番が戦えばいいと思うよ。もし9番って終わんなかったら。1、6でももう1番釣りたかったの。うん。って感じかな。だから普通にもう自分は9番釣って、だから3、7。そのための柱っていう感じに行こうと思って。あ、村の時の俺は柱しない記録を更新中だから。だって、6番投票しないで、8番投票、9と6だけで。生き残るためじゃなくて、そこで9を残すっていうのは、もう、16でももう1番する。まあ、昨日釣っとくべきなんだよ。自分がすごい9番を行けって、9番釣れって言うべき立場なんだけどね。そこはもうおかしい、自分のおかしい要素だけどね。でも9番ね、さんをね、生き残らしたかったんだよ。もうあの感じはね。だから、1番さんが9って行くんだったらそのまま9行ったんだけど、3番って言ったから、もう9行かそうぜっていう思考が働いちゃって、9位から、だから何かが起こると思ったから、うん。だから9番さんを生き残らせたんで。まあ、ちょっとおかしいね。ごめん、ちょ、ふざけてるって取られたらもう、あのね、もう責められてもしょうがないけど、まあ、9番さん今日釣って、明日3、7の精査を入れる形を取ります。はい、よろしくお願いします。あなたの発言です。なら釣ります。もうそれだけ。うん。なら釣ります。まあ、一番あたり強靭なんじゃない？もう6級だと思って9番外したんでしょ？うん、村なんですよ。本当に、強靭っていうのはちゃんと見抜かなきゃいけない。6級なんてこんなベタなのあるわけないんだから、もう9釣りするんだよ。9番素村なんだよ。一番強靭だったらちゃんとレクチャーしてやるよ。100で9釣って、そして PB 狙うんだよ。で、3か7の人狼に、ですね、どう見抜く。そういうのをやるべきなんです。私は村なんで7行きます。はい。もう8、俺ね、強靭だったらね、1番に言うけど、8番釣るに決まってんだろ。味心進行しないでしょ。僕の心なんか俺は見たくもないから。7番いきます。うん。霊能持ってて騎士の話し、遺言でやってるからもういいやと思って。うん。8番がね、5、1のあれぶらしたからもう偽かと思ったんだけど、遺言聞いてもう無理って判断。うん。7いきます。6番人狼に言うけどさ、3番か7番の相方と、あと巨人、多分1番だと思うけど、本当にかわいそうだね。1号白白だったのに、3番に目を向けてんの。1か5って言ってんだから、1か5でどっちでもいいじゃん。1でも、1でも別に。1でも5でもどこでもいいのに。わざわざランブラして3番行くって言って、そして自分が釣られるっていう。で、霊能 CO。もう見ないからね、これは。6の芯なんて見ないよ。もうこれは確定だから。7しか行かないよ。うん。もうね、
7番もライン切りすぎて、4番噛まなきゃいけないと占われるかもしれない。もうね、そんなせこいこと、そんなね、ことやってるからね、1、3、5の狂人がかわいそうなんですわ。うん。あなたたちの失態はね、1、5ってなんか1と5でいいんだよ、もう。狼がわざわざエンド1に なってるのにランテージブラスという。そして1、3、5の狂人、おそらく1番に迷惑をかけてる。1番は6級だと思ったから9番外して3番行こうとした。3番の村が見えている。1番狂人の視点を借りましょうよ。7番行きます。うん。まあ3番が狂人、1番が狂人だったらもう9番に行くでしょうね。うん。やれる狂人は9番行くんだよ。だって村でしかないから。うん。やれる村は7番行くんだよ。以上。いや、3番に行きたいんだけど、7、6、1、ありそうなんだけど、本当に。発言します。なんて占い師飛ばないだろ。8番一本釣りみたいなこと言ってたけど、3番もろもろ、今の9番も聞いて、視点更新あったら、あ、8番も5番も、投票位置変えてもらっていいです。ただ、僕の中の、頭の中の乱指定は、今のところ、3番弾きのこの2乱なんですけど、3番はね、こう、自分の感性で、2番に対してこういう風に。もうね、3番って占い飛ぶわけねえだろ。だから多分7番だと俺マジで思うんだけど、何やってんのと思うから、もう、巨人視点、こんなローいたらもう、イライラするから、7つ1本。飲み込んで3番、6番よりはもう7、6でやってんだったら、もう、こんなエンド1だってなったらイライラするから、もう、制裁投票、7番。まあまあ。もう許さねえから、もう。って思えるとこなんですけど。3番よりも7番、6番のこの行動に落ち度がありすぎて、もう言葉出ないよね、巨人視点は。一応説明しとくんです。1番をするファインプレイしたけども。2周目もやっぱり5番、6番が気になる。で、7番の人狼の方がイライラするから、7番の理由が。3番の人狼だったらまだ許せる。9番、1番が引けるって言ったんですけど、9番から始まってるから。なんか4回目の時点でもう多分7番だと思うけど。時間軸はそもそもブレてる。9番に対して、っていうかもう村全体に言っとくんですけど、1番の狂人で、1番が分かんない。1番狂人で、あんだけヘイト買ってからどうやって勝つの ?8 番人狼ねえかな。村として自分の視点を落として。まだ勝ち上げなんだけど、もう俺がやられても。普通に振られてっただけです。まあ、中間管理職的な立場だと思う。だから俺、本当は1番ほぼのって言いたかったけど。俺はどこかで8番の人狼を追ってる。神様、6番が死んであってくれ。まあ、村が1食ってからの方が議論展開進むような、こう、1番の1番がもうライン切りすぎて意味ないんだったら、1番5番でいいじゃん、もう。と考えたんで。76のライン切りだからもう3番行くやっぱり。一番強靭に置いてる人は本当に正気かなって思いながら、ずっとずっと聞いてました。5番。3番さんが発言します。まあ、一番釣るっていうのは全然問題なかったと思うよ、2番。うん、6番が黒だったわけじゃん。6番ってなんでさ、一本指定されたって別に1号ランなんだから、弾き返せばいい。まあ、9番も言ってたけど。うん、俺も6がライン切ったんでしょ。切りすぎで1号やってけって言ったんだよ。6が3、2をずらす必要性ってなかったんだよね。1号で釣り切ってきゃいいみたいな話だから。ね。うん、やっぱりそこでやっぱ、違和感って7、6でこんなことやって、1号ランをぶらしてまで7、5、7、6で切り合って、もう強靭してマジで。7と9、うん、せっかく正直俺ね、もう分かってない。2回しないんだから、まず。4回してんだぜ、もう。って思ってたからね。苛立ちマックスだぜ、もう。6とどこがつながるかって話だよね。そうね。難しいな。マジでわかんないんだよね。マジで。うん。全然6となんか、俺的には繋がる感じがしないんだけど、ただ、結構6と9と繋がってたんじゃないっていう精査してる人何人かいたよね。うん。まあ7で一つ気になるのは、3を村で弾いてたっていう、ね。でも6は3にって言ってるから、だからここで6と7がなんか意見がなんか、なんていうの、正反対になるの、なんか狼としてなんか変な感じがするから、9なのかな、どうかな。6に乗って7も3釣りって、行って3の釣り流れに持ってってもよかったよ、ね。まあ7な気がするけど。まあ8が結局6釣り行きますから。俺はこういう意見はもう許せない人を釣る。
もう、勝ち、勝ちにこだわんない。許せないからもう、1号ランなのに、6、7で切り合ってるって、マジでイラ立ちしに覚える。投票してください。釣り、制裁。バターをタップして選択できます。マジで制裁釣り。もう1号ランでさ、切り合ってさ、6番釣られるってないから、全く。ほんで、自分らランで縄れると思って4神失笑だよ、まず。黙って1号やってろって話だよ、まず。こういう攻めするローは俺許せねえから、まず。1号ランなんだから黙って1号ずっと切っとけよ、まず。投票を終了しました。もう俺許せねえから、7釣り。追放されるのは9番さんです。あなたの発言です。はい、この盤面だと分かんないのか。うん、まあもう8の芯でいいから。もう8が陣外だったらもう PP ってことだとなると思うけど、うん、別に悔いはないです。あ、八行人で、七日さんにローがいんの？六が死んだっつの？あなんだけど。うん。八番が六番の色をさ、黒って出してたらさ、狼にはあなたが死んってわかるんだけど。そんなスライド意味ないから。一番強人でしょ？だからあなたは死んでしょ？だから一番強人六七か六三でしょ？うん。だから、八番のムーブって全くもって意味ないと思うけど。まだか人狼だっつうの？意味わかんないわ。人狼だったらもう2番噛まれて終わりでしょ。6番が悪いよ。わけわかんないから、もう発言が。1番強人で見てるから、8番が真ね。まあわかんないけど、2番の守り先を考えて、8噛むか2噛むか考えたら勝手に狼が。もう、俺は知らんよ。俺村としてね。もう2浪いたら知らんし、8番真でしょ。やらなくていいって。もう誰からそんな変なムーブ学んだの？超一流って変なムーブしないんだわ。うん。だって、6黒分かってる狼が8番死に分かってんだから、そんな強人使用しても噛むに決まってんじゃん、もう。本当に、それとも、まあ、陣外でやってんの？だったら、分かんないけど、負けになるけど、そんなことしないから多分8死なんでしょ？だから6、7か6、3なんでしょ？で、1番あたり強人なんでしょ？まあ、3、5に強人いたら、まあ、使用すると思うけど、だから1番強人。9、6だと思ったでしょ？ 9、6なわけないでしょ？だから1番が強人だったんだよ。9、6に見えたんだよ。だから3番に持ってたんだよ。だから1番強人、8番真。だから、8番に言いたいけどさ、ローはさ、6黒分かってんだよ。8番真分かってんだから、8番神に決まってんでしょ、強人使用しても。何考えてんだろうっていう。本当に8番陣内だったら俺も知らないよ、このゲーム。はい。夜になりました。そのままお待ちください。と、私が強人でして少しでも匂わせないでね。まあ、2神でいいんじゃない？ベターに。だってもうしょうがないもん、2回するしかない。あ、そうじゃないわ。そのままお待ちください。笑うけど、昨夜襲撃されたのは何だったら一号のまんまでよくねって思う。まあ普通に6ローでしょ、8番死んでしょ。あ、その紛らわしいから恥って変なムーブが。3番が発言します。こんな無駄なこといらない。8番はどうせ死んで、8の真を信じてもう7に俺は投票します。はい、うん、8がローなら組み合わせがおかしいから。81ローローだから強いて81ローローって言うわけだから、ね。まあ、9番と1番には悪いことしたな。81が3言ってるけど、あんなベタなライン作んねえと思うし。4が素直に7を占ってたら、もう超、あれだったな。ただ、7、白かった、上手だったね。7すげえ上手に立ち回ってたよな。ね。7すげえ上手に立ち回ってたなと思う。発言では白かったよね。でも、9と1でも落ち度はなかったんだよね。正直な話。うん、このゲームでちょっと落ち度あったのは、まあ6番さんかなとは思うけど、もし6がもう真の霊能だったら結構落ち度あると思うよ。うん。ね。なのまあ、だから8を真でも俺はもう行くけど、7番マジ落ち度なかったと思うよね。うん。そう思う。だからまあ9と1で強人がいるとしたら1なのかな。そういう感じかな。まあ、ここで強人が出てこないってことは、
9か1で落ちてたんじゃないかなと思うけど、うん、いやー7いけなかったな。いやくそ悔しいな、うん、9番にも悪いことしたな。9も別に落ちてなかったもんな、うん、まあ俺7に投票します。はい、7に投票します。まあ5と8がまあ精査してあのください。まあ俺も本当に7別に落ち度なんもないと思ってるからね、うん、7かーって思ってます。なんで7に投票します。5番さんが発言します。3番狼がずっと推理を進めずにやっているのか、7が上手にやったのか。僕は7番さんに入れる気が昨日時点でなかったのは18狼を追ったからです。僕も頭の中で追ってます。8がなんであんなに1に3の命を任せるみたいな発言をしちゃうのか。いやマジで心霊能だったらそのグレー1に対してある程度公平な立場を守ってほしいって思って出たから。8番がね、ただそれを発言しないのは、まあ、8が噛まれてスッキリする可能性があったから僕は今日まで話す気はなかったんだけど、まだまだ8番が多分で18狼の否定要素を一個言っとくと、18の時に一番狼が残したいのは狂人です。狂人だから分かるんだ。で、グレー1を見て一番狂人に見えたのは3番だと思うんですね。であの日の乱指定の時に多分1が 9を押してれば9が釣れた議論だったと思っていて、レベル上げすぎなんだ。そこではわざわざ狂人に見える3番に縄を寄せるってのはないなと思ったんで、主のリオレスとか僕は今レベル上げれば7番さんがどう思うかだけど、他の適用のレベル上げると8に行く気はなくなってます。ランク上げる、例えば狂人だったら騎士で出たらまあそのまま居座るだろうっていう考えで3の狂人否定をしたかもしれない。ただまあちょっとねもう何かを信じなきゃいけないから37で精査をしようと思って、精査をちゃんとやっているように見える7番を今信じています。はい、3番は一つも精査を進めなかったと思うから。はい、以上。7番さんが発言します。はい、4日目お願いします。まあ基本的に3番には入れようと思ってますよ。まあ8番に対して言ったけどまあ基本的に納得する答えは出てこなかったんだけど、ただもうしょうがないかなっていう感じ。もし8番が狼だった場合とかもう考えない、うん。じゃあ6番が狼、8番新進コースだったら6番狼でした。その場合ってまあ3番が主張する6、7狼だった場合、俺って、1番下打ちだったじゃないですか。4番が2周目ね。4番が6番は村だと思う。1号欄を書いていました。で、その前の話です。2番の、2周目の1番の発言覚えてますか？1番は7番が怪しいと思ったけど、9番の発言を聞いて9倍投票しようと思ってますって言ってたじゃないですか。もし6、7ローロ、俺が狼だった場合って、1番って超邪魔じゃないですか。俺を睨んでるから。だったら、4番の話に乗って1号の欄にして、1か5、どっちが狼なのかっていう議論を進めばいいと思いますよ。なのに俺は5番、6番だって、1周目も2周目も言い続けて、言ってます。多分俺が結構6番のクレ要素を言ったと思ってますよ。それで8番も、一番最初6番のクレ要素を拾ったのは俺だと思ってて、そこで8番がこう言って、6番釣りになったと思ってるから、6段ローロで見てほしくないです、普通に。俺は精査をして狼を追い詰めてきてると思ってます。はい。まあ、俺がその3番をこう、結構知る要素で結構捉えちゃった部分があったんですけど、まあ、それを村目が取りに来た狼だったのかって今思ってますね。うん、俺が3番結構白割りしちゃったのがちょっとやっちまったなっていう反省はありますけど。6番が悪いと思うよ。1号ランの流れで3番に目を向けるやつって相当やばいと思うし、1号ランなんだから1番でもいいじゃん。8番さんが発言します。呆れ返ってるよ俺もう本当。
はい。まあ、5番さんに説明するとね、7番さんは5、6から行きたい的なことを確かに言ったんだけど、その前に6番さんの発言を思い出した方がいいですね、5番さん。自分が6番釣りますっていう感じに行く前までの6番さんの発言を5番さんは思い返してください。6番は3の騎士炙りが出す状況が作っているのが狼。自分騎士あるでしょうっていうのを、その要素があるんですよね。だから3番を明確に釣りに6番は言ってるんですよ。まあこれが、これをどう捉えるかなんですよね。だからこの6番のこの行動を強力なライン切り、もうだから3番をそのすごい釣りたがってるそのライン切りと取るか、だから7番のだから5、6から1周目、2周目、1周目、2周目、ずっと、2周目、5、6から行きたい、5、6から行きたいっていうのをその明確なライン切りと取るか。どっちを明確なライン切りっていうか、その6番さんがを自分が指定するまではもう6番さん3人ボワって感じで行ったんですよね。って感じで、だったらそれで自分がそれで飲んで、あ、じゃあ3番基地つかしたから3番行きましょうって言って、では1番、しかも3番さんってすっげえもう HP めっちゃ少ない状態でって感じだったんだから、普通に自分が普通に3番行きますって言ったら普通に3番連れてんだよね。っていうのを考えて、だから6番指定したっていう、その、指定したって感じで、しかも6番黒っていうのを考えると、7番が狼っていうのを終えるっていうのを5番さんにちょっと伝えたい。なんか5番さん、3番さんって感じになってるけどね。まあ、まあ自分も、だから3番に投票する時点で、まあ、説得力ないかもしれないけど、まあそこは1番に対する義理も果たしたってちょっと捉えてほしいけど、まあ自分は7番いきますよ。そう、まあ、間違ったら、もう終わった後に全然自分のこと叩けばいいだけの話なんで。もう自分はその6のその3釣りの行動を、よ、あ。これはね、8番がローだった、81だったらいいけどさ。投票を行っています。そのままお待ちください。新例のじゃない限りは、とんでもない、ミス連発よ。これ、7か3の狼にかなり迷惑かけてるよ。黙って1号の乱だったのに、一人でわけわかんない発言して黒くなって、1と5の欄の中で精査すればいいものを、不遇なことしたために、もう、投票を終了しました。追放される人が決まりませんでした。ドラマが始まるね。まあ、多分8番が死んだんでしょ、おそらく。7番、3が発言します。はい。じゃあ8番に喋りかけるね。その論はちょっと違うと思ってて、いいですか。4番は1号欄を提示していました。6番は3番に投票を向けても3番は絶対釣られないです。いいですか。4番は6番を村打ちして1号だって言ってるんですよ。でも6番は3番を釣り投げ持ってきましたよね。絶対あの状況で3番釣れるって思いました。俺は1号欄から5、6欄に変えた人物で、で6番の方がどっちかというと黒要素を結構上げた自覚があります。わかります。6番は3番に見上げしたんじゃないですか。6番3番をこうなんて言うんだろう、睨んでる履歴を残してるっていうか、絶対初日の議論で3番は釣られる議論しなかったですよ。だって俺3番結構白気してたし、議論的には1号で向いてたから。6番が3番に目向けても3番釣られないですよ。ちゃんと考えてほしいなと思ってますね。それで6ならローだって言い続けるんだったら、俺は何て言えばいいのかがもうわからない。それでも6ならローローって言うんだったら俺無理よ。何て言えばいいの。結構論だってちゃんと俺は投票してるし、考察しているつもりなんですけど。うん。はい。まあ3番に投票してください。以上です。3番さんが発言します。7番が論立てて言ってるって言うけど、ね、8も9も5も3も、共通して言えるのが、7番さん。6が狼って見たときに、ね、1号の欄4番が指定してたわけよ。そうしたら6の相方って、
5が白もらってるから1だよねっていう発想になるよ。だからもう9も、8も5も1を釣ったわけでしょ、ね、うん、でもゲーム終わらんかったよ。で、8番さん覚醒したなと思ったんだけど、確かにね、1号のラインになってた時に6が3釣りって押してきたわけよ。ね、うん、3って騎士すら、騎士から村すらしてるから、ヘイ、なんていうの、HP は低いんよ。うん、みんなどっかで、3って人外でやってるかもしんないなっていうのが絶対頭の中でどっかであるんよ。それって払拭させることできないんよ。うん、ね。もう心のどっか絶対あるんよ。3ってどうなんだ、もう本当に人外でやってるかもしんない。怖いな、怖いなって思うはずなんよ。でも7番さんは3は村だって言い切ったんだよね。1日目から。そこに俺は違和感を感じてた。だから7番と9で迷った時に、うわ、これ申し訳ねえなと思って、マジでわからんぞと思った。9も7も本当に落ち度がなくて、そう。だから、まあ、初日から考えて、6級のなんかラインがあるよねっていう話を、なんていうの、みんなから聞いてたから、まあ、6に俺は投票したんだけど、だから5番さんに説得すると、ね、6、3の狼、本当に見えるかって話よ。見えます？っていう話。そういう話。だって1号の欄になってて、6が3釣りましょうって言ってく必要性なくない？その時点で6がそんな話したら浮くでしょ。投票を行っています。そのままお待ちください。投票を終了しました。ああ余計なことをした6番が悪いよ。追放される人が決まりませんでした。これは6番が悪いと思うよ。本当にさ、余計なことをしてやられるやつっていう。そのままお待ちください。1号ランで白白見えてんのにわざわざ余計なことやって黒くなってやるやつ。2番騎士で出てんのに自分が騎士だとかわけわかんないこと言うやつ。発言がもうもはやできないんだったら、1番5番なんだったら1番5番の中で選択しろ。なんて本当ゲームは取り入れてほしいよな。そのままお待ちください。いやこれが6番が悪いと思うよ。これ参加ならのローにかなり迷惑かけてるよ。俺も一応仕事したよ。1番釣ってなんとか襲撃された人はいませんでした。一番つって仕事はしたから文句言うなよ。もうこれ教授ね。7番さんが発言します。はい、お願いします。8番に言うけど、6、7ローローだった場合ね、おいて3番村落ちしてたじゃないですか。で6番が3番睨んじゃないですか。で俺はその6番に対して、そのなんて言うんだろう、6番って3番に結構問い詰めてたじゃないですか。それに対して俺、それに違うんじゃないかって言って、6番問いただ、攻めてるんですよ。バカじゃない。6、7ローローだったら俺何がしたいん？ 1 号ランができていて、4番は、6番は村だって言ってるんだよ。で、6番は3番を問いただしていて、6、7ローローの俺の相方が、それが違うんじゃないかって言って、6番思いっきり5、6にしろって言って、6番を釣り先に向けてる、6、7ローローってバカじゃない。何がしたいん俺って。よく考えてよ。ローだったらライン切りたいんじゃない。普通に1を外して、1号ランから1を外して、6番のその3番が怪しいっていうのが、これ5日目あったじゃん。俺6番いろいろ、まあ他にもいろいろ6番に対していろいろクヨス喋ってたけど、それで相方を殺す7番。あ、よく考えて、おかしくない？もう4神なんかしてるからダメなんだ。勇気持って2神だよ、うまいやつは。俺って何だったの？ 4 神なんかしてるから見えるんだよ、7番。ほんとズブズブに6番と聞きたかったってこと？だってあれで例えば4番は7番占いたいなって言ってて、あのまま占いてたら、じゃあ俺終わりだったってこと？ 6 なローローで。ってことなんですかね。はい。なんか質問するんだったら質問して、また
同票にしてほしい。俺は何でも質問に答えられるから。俺の発言聞きたいんだったら質問してほしい、マジで。はい、以上です。8番さんが発言します。はい、7番さん、素晴らしい。はい。じゃあ自分がその質問を提示するんで、じゃあ5番さんは3番さん投票、8番さん自分が7番さん投票にしてください。じゃあ提示しますね。自分の視点更新をその促すためにはこれの説明をしてほしいですかね。3番さんは、3番さんは騎士 CEO をしてるんですね。騎士 CEO をした後に2番が出てきて村須田の CEO をしています。で、狼だったら、そのまま居続けた方が、いいんじゃないでしょうか。3番さんの村に戻ったっていうムーブは、強靭に取れる可能性もあるんですけど、その、狼がそのまま逆に残らないで素直に綺麗に降りるかっていう疑問を、7番さん接続切れになっちゃったら、説明できないじゃん。もう一回言うよ。だから3番さんが、騎士 CEO したわけでしょ。で、その後に2番さんが出て3番さんは素直に、起きて、降りました。で、3番さんの行動は、強靭の、すごい、強靭面はすごく見られる行動なんだけど、で、人狼ですごく見えないような行動だと思うんですけど、だから3番さんは素直に降りた人狼っていう、そのスケールが、7番さんにあるってことなんですかね。そこについての説明をお願いしたいですかね、7番さんに。っていう感じのを、その提示したいです。で、5番さんが、3番さんに質問があったら、この後回ってきた後に、その質問を3番さんに投げかけてください。で、5番さんは3番さんに投票。自分は7番さんに投票。で、それで決戦にして3番さん、7番さんの発言をもう一度質問したことに対しての回答を聞きましょう。7番さん、今自分が言ったことは、そこに説明をして、自分がすごく納得したら視点更新ができる。って思えた質問なので、そこに関する説明をお願いします。5番さん、3番、自分。3番さんが発言します。鳥ちゃん、もう鳥ちゃん投票しなくていいよ。俺が5番さんを説得できるかどうかのゲームにするわ。もう時間がさ、もう延々とやりたくないから。ね。5番さん、俺が怪しいと思うんだったら、俺に5番、投票してくれていいから。8番さんはもう投票しなくていいよ。で、俺は5番さん、どういうふうに俺が精査してかっていうと、4番さんが占いで出て、5番さんが4番に言及してったの。4に狼なんじゃねえかっていう。ね、その時に、平和村になったじゃん、ね。で、5番さんが狼でその発言できるのかどうかっていう俺精査してたわけよ、ね。で、5番さんの番が回ってきた時に、5番さんがどういうふうに、精査したかっていうと、平和村を選択したのって、狼がどういうふうに選択したのかなって発言したじゃん、5番。で、その話、すごい興味があって聞いてて、ね。うん。夜会話の中で狼が選択したのかなっていう。で、もしくは、まあ、盤面が進んでって、なんつうかな、6と7が、前半に狼1匹いて、6と7が後半で平和村を選択したのかなっていう。どっちなんだろうみたいな発言をしてたのね。その時に俺は、5番ってちゃんとロジック立ててやってるから、これって村なんだろうなと。で、結果から言うと、ね、夜会話じゃなくて、6が潜って、7番が潜ったっていう選択を取ったんじゃねえかなと思ってるの、5番。ね。そういう選択を取ったんじゃないかなと思ってる、5番さん。7番さんがこの盤面を作ったっていう。だから、7番は、何点かな、予測ができてるわけよ。だから白くもなれるっていう。ただ、6番さんはちょっと、もう、なんていうの、この展開になったことを、ね、夜会話では選択してないわけだから、焦っちゃって霊能で出たんじゃないかなって思ってるの。5番さん、7番に投票してください。うん、俺はそうだと思う。7番が冷静でいられたのは、自分でゲームを作ったから、そういうことなんじゃ。5番さんが発言します。じゃあ3番さんに質問しますね。3番さんは昨日の発言で791に落ち度が一つもないんだよなっていう発言をしました。で、その発言の続きで7の3四郎期が、安直すぎるみたいな話をして、
だから怪しいとずっと思ってたって言いました。完全に食い違っちゃいました。そこも含めて3番さんおかしいなって思って昨日は3投票です。6とつながる1って考えるともうどっちもライン切ってるんですよ。だから初日の夜会話で二浪潜伏してライン切りましょうっていう会話をしてるように僕には見えています。その上で6番が霊能 CO をした理由、7番さんの説明で成り立っちゃってるんですよね。4が1号乱指定に挙げた、その後6が3号釣り予想が役の望む1号乱の方が上位に来てるので、ライン切りが成立する、夜会話で言っていたライン切りをしましょうを行っただけ。その後一本指定されたから霊能使用した、でまあ成り立っちゃいます。でだ、僕はどっちもラインを切っています。否定要素はどっちも納得いきます。なのでもうそのライン切ってる部分は考察に入れてないんですね。それ以外のグレーへの精査とか進行18を追ったあたりとかそのあたりを評価して僕は3投票を続けています。3番さんは7を、3の白置きが怪しいと思って疑ってたんですよね。不整合です。なのでそこの思考の変異を教えてください。相変わらず3投票します。投票を行っています。そのままお待ちください。投票を終了しました。追放されるのは3番さんです。3番さんが発言します。あ、ごめんな、時間ないからさ、俺言ったでしょ、もうごめんな、俺2時に約束があったの。だからもうとっとと終わらせてほしかった。ね、まあ、あれよ、七番さん上手だったよ。4神だよ、4神なんだよ。占い師に飛ぶやつも夜になりました。そのままお待ちください。3番なんて誰が占うんだよ、どこの占い師が占うんだよ。3番なら2、3番に占い師飛ばないから、悪い意味で飛ばない。7番は飛ぶんだよ、ついたんだよ、4神で。俺とか3番なら2神でいいんだよ、出た7の子の過剰なライン。あの発言でほぼ3番じゃないだろう。なんかで焦ってる時間がないでしょ。昨夜襲撃されたのは5番の考えを攻めることもできないし、ライン切りを終えなかったっていう4神だよ。このゲームの決定づけたのは試合終了、勝利しました。